嘘です。エイプリルフールです。まあ、わかりますよね。誰もが、そりゃそうでしょうと思ったことでしょう。ギャンブル依存症の疑い。資産が100万円もない。お酒をいっぱい飲む。お金が稼げないのに、正社員を目指さない。自分磨きをしない。努力の継続ができない。40代半ばでこれですよ。誰が結婚したいと思うんですか？教えてください。エイプリルフールっていうのはもうちょっとね、面白いべきなんですよ。ギリギリあり得るかもしれない。でももしかしたら嘘かもしれない。どっちだろう。こういうのをネタにするべきなんですね。まあだから動画にしようかとか迷いましたけどね。結局動画にして後悔はしてますけど。まあ撮ると決めたら撮る。撮ったらもう編集して投稿するしかないんですよ。来年再来年のエイプリルフールはもっと嘘か本当かわからないようなネタをやりたいと思うんですけどね。よろしくお願いします。ああ、どうも。エンディング後にね、こうやって動画見てくださる方っていうのは相当な私のコアな視聴者さんだと思うんですけど、こういうくだらない茶番にね、長らく付き合っていただいて本当にありがとうございます。こうやってね、見てくださる方がいるからね、私も次の動画作ろうとか思うわけで、本当に、これは、ありがたいことなんですよ。本音ですよ。まあ、正直ね、エイプリルフールで、結婚しました、つって、それをネタにして、まあ、実は結婚してません、みたいなのはね、まあ、ガチで結婚できない、私のような男にとってはですね、虚しいだけです。ただこの虚しさはマイナス面だけじゃないんですよね。この創作活動においてはですね、この虚しさ、非常にプラスになります。なんて言うんでしょうね。現実に生きてて、ものすごく幸せいっぱい、家庭も持ってて、もう何にも、不満はないと。そんな人からね、刺激的な作品、面白い作品なんて生まれないっすよ。というのが私の持論です。だって、現実の家庭築いて、そこが幸せであれば、別に冒険する必要ないじゃないですか。身を粉にして、ね、刺激的な作品出す必要性もないというか、まあ、完全に私の偏った考え方ですけれどもね。でも現に漫画家なんかは、独身時代の方が面白い作品出してる人の方が多いんじゃないかな。って思うんですよね。なので、より一層この動画を虚しくさせるために、ここまで見ていただいた方は、ぜひコメント欄でですね、もう騙されたふりというか、あ、結婚おめでとうございます。もう結婚してる体でね、コメントを書いていただければ、
幸いです。ついに結婚できたんですね。40代フリーター、でも結婚できるんですね。めっちゃ褒めてください。褒められれば、嘘で塗り固められた情報で、褒められれば褒められるほど虚しくなりますから。そこからなんか生まれるんじゃないかなと思いましてね。こうやって改めてエンディング後に動画を撮りましたけど。息が苦しいです。一酸化炭素中毒で死ぬんですか、私は。死にたくないんで終わります。